はい、皆さんこんにちは、マキューです。今回なんですけど、質問コーナーをやっていきたいと思います。Twitter で、質問を募集させてもらったので、そこから、何個か選んで答えていけたらいいなと思います。まず一つ目は、早速一つ目なんですけど、貫突してるキャラ教えてほしいっていうのなんです。で、貫突してるキャラはもう多すぎるので、そこから好きなキャラとか、強くて貫突して良かったキャラとかを、印象に残ってたりするキャラを、ピックアップしていこうかと。でまず一つ目は、グリッターティガ、誰もが分かる、最強レベルのキャラですね。はい、これ で2体目は、本当直近のイベントのアムロさんですね。これもめちゃくちゃ強いんで、大量でした即打ちで、はい、で3体目なんですけど、ジュカかな、これスコアタでめちゃくちゃ強いんで、はい、10突して本当に良かったなと思ってます。で4体目は、オーマかな、これもめちゃくちゃスコアタでお世話になってて、シカと同じように強いんで、同じぐらい本当に強いレベルなんで、これもして良かったかなと。でラストが、これは完全に印象に残ってるってキャラなんですけど、暴走カイラですね。これ10突してる人多分自分以外いないと思うんですけど、これは復刻の時にめちゃくちゃ回して10突したっていう、めっちゃ印象に残ってるキャラですね。はい、ということでこの5体かな、どうです。2つ目は、プニプニの推しキャラっていう質問で、アイコンがノストラダムスなんで、ノストラダムスが一番推してるのかなって多分思ってる人が多いと思うんですけど、今はあんまりかな。でライコーブシニャンが、一番自分では推しキャラですね。かっこいいし、性能もいいし、普通に強いんでね、声もいいし、めっちゃ好きなキャラですね。はい、で3つ目は、よく結構来てるプニプニ始めようと思ったきっかけですね。これは、小学校の時に、まだ何のゲームもほとんどしてない時に、スマホゲームね、その何のゲームを入れようとなった時に、その妖怪ウォッチプニプニっていうのがたまたま目に入って、最初はなんかちょっと面白そうかなと思って入れてみて、それで始めたって感じなんですけど、で今となってはめっちゃハマってるというか、もうねずっとやってるって感じですね。はい、で次の4つ目の質問が、結構来てたスコアタの練習方法とか、スコアタ上手くなるコツですね。はい、それは今は自分やってないんですけど、昔はその毎日レベルに、そのブルジョワとかヤマタンとか通常ステージで練習何回もやってましたね。そのダメージどれぐらい出せるかっていうので、そういうのをやってたら次第にもうスコアともどんどん上手くなっていったし、あとは一番すぐ上達するのは、スコアタをもう何回も諦めずにやるってことですね。はい、何回もやってればもうどん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 当然上手くなっていくと思うので、スコアタ何回もやり直して、はい、皆さん上達目指しましょう。決めようがないかな、あんまりというか決めれないよね、これは。いろんな人がいろんなね、ヤマタンとかブルジュアとか強いから、人によって違うしね、得意不得意だから、これはちょっと誰が一番強いっていうのは決めれないかな。次最後の質問は、年齢と好きなアニメかな。これはまず好きなアニメは、あんまり自分自体がアニメ見ないんですけど、
まあコナンかな。コナン結構昔はめっちゃ見てたけど、まあ今はあんま見てないけど、まあコナンが好きかな。で年齢はまあ想像にお任せしますっていうことですね。はい。嬉しいです。ってことで今回の動画はこれで終わります。